先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。最初は変化球できました、ストライクです。さあ外してくるのか、見逃して三振になります。ワンアウトです。バッターは2番に入っている吉田。大野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。先発ピッチャー大野、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか、西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が昨日打ちました、流しました、弾き返した打球はレフトへ、レフト掴んで2アウト。バッターボックスは3番中島、2アウトになっています。最初は変化球持ってきました、ストライクです。いいボールでしたね。アウトローの変化球、キレがあります。ノーボール2ストライクです。高め外れました。引っ張った、サード取った、一塁アウト、スリーアウトです。インコース詰まりました、中島が長が変わります。マウンドに上がるのは外れてますか。はい、ストレートわずかに外れてボール。3球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー1塁です。バッターボックス丸、ピットでランナーを1塁に置いています。初球打ちヒットになった、バファローズピンチになりました。ワンアウトランナー2塁1塁。さあそして打席には山田が入っています。さあ得点圏には先制のランナー、まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですよね。ここはゲッツーを取るようなピッチングになりそうですね。インコース詰まりました、ここはフライになっています。さあそしてバッターボックスには村上が入ります。さあ2アウトながらピンチは続きます。まあここもしっかり抑えて先取点を与えないようにしたいですね。引っ張った、この打球はフライになっています。2回表に入ります、バファローズの攻撃。打席には4番バッター中村。バファローズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。まあここはね、確実に行きたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していき、打ちました、中村、一塁そのまま入ってアウト。バッターは DH 大谷。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、ここは落としてきました、ボール先行です。アウトコースで決めました。さあ4球目は何か、変化球インコース、ストライクです。2ストライク2ボールと追い込んでいます。さあ仕留められるか、引っ張った、取りました、2アウトになりました。打順は6番田村、2アウトランナーありません。切れていきます、ファウル。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。インサイド落ちました、山田、一塁アウト。2回の裏になります、ジャイアンツの攻撃。バッターボックスには6番島。バファローズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。ふわふわっと上がった、ここはフライになって掴んでワンアウト。バッターは7番に入っている源田。酒井、まずは先頭バッターを打ち取っています。低め打った、ファースト取った、一塁アウト。8番バッターはキャッチャー甲斐。2アウトランナーありません。この回の酒井、たった2球で2アウトにしています。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、そうですよね。インサイド外れます、ファールボールです。ここはバッター球種を絞って甘いボールを待ってますね。なるほど、さあ何を選択してくるか。変化球打った、サード取った、一塁へ、一塁アウトでいきます。バッターは田口。バファローズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。二塁牽制、二塁タッチもセーフ。
しました。ピッチャー前、ピッチャーが変わります。一打先制の初球は何で来るか。初球ボール球です。ストライク。ランナー一斉にスタート。次が3球目、変化球が決まりました。ワンボールツーストライク。変化球ジャイアンツ最後の攻撃になります。バッターは9番に入っているグラシアル。バファローズリードで迎える最終回です。バントしました。ファウルボールです。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。バントしました。ファウルです。まで誘ってきたんですが、バッター動きません。変化球打った。ファウルです。小宮さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか。できればゴロを打たせます。セカンド掴んでワンアウト。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ、そして打席には柳田が入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、得点圏にはランナーが残っています。ここで点を与えると。インサイド打った。切りました。ファウルボール。すぐに追い込みました。ファウルです。この外、さあ、ここはなんとか意地を見せておきたいところ。この期待に応えたいですよね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。ストレート打った。サードが抑えた。一塁送球アウト。これで3アウト。試合終了。